俺イケメン好きやわ結構ね、ハシケンは、うんうん、女の子の目線でサッカー楽しんでるね。こいつはあの男子、うん、男子初っていうことはないかもしれんけど、あの、うん、高校の時はねサッカー部ってずっと言ってますが、うん、マネージャーでしたからねおいちゃんとやっとったペンネーム 3.3 部活あるある、うん、グラウンドが砂混じりの土の時髪の毛バサバサになる。ああ、そうなんかな。結構ね、やっぱ3点はね、細かいあるあるついてきますよ。細かいねー、うん。細かすぎてのあるあるを持ってきますから。3点といえば。橋君はだからもう、サッカーしてるときは、ボンバーヘッド中澤に憧れてサッカー始めたぐらいのボンバーヘッドやったから、もうバサバサなってたんちゃうやっぱ。どこだよね、お前。そんなやつ一人もおらんわ日本に。おいそれ言い過ぎやろ。ボンバー中澤に憧れてサッカーしたい人おるかもしれんやろ。全然中澤に憧れてサッカー始めるやつこの世に一人もおらんから。おるわ絶対。あの人面白おじさんやから。ただのあの人2回ぐらいワールドカップ行ってるやろ多分。いや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 、そんなん関係ないですわ。あれ、ただの面白おじさんやから、あの人。別に。あの人今、ラクロスのコーチやってるからな。ほら、面白おじさんや、やっぱり。まさかの、ラクロスのコーチやってるから、確か中澤って。なんか、ホンダの YouTube の切り抜きで見たような気するわ、そんな。そうだや。えらいことしとんな。いや、中澤って言ったらね、やっぱ他にも。よく、ドンキ行った時に、なんか、うさんくさい筋トレ道具の映像広告にずっと流れてましたね、中澤が。そうなんや。うん。ほんまにムキムキになるんか、それっていうね、やつのね、広告映像でずっと流れてたイメージはありますね、中澤って。なんでも仕事を受けんなよ。中澤といえばもうあれですから。これ、中澤あるあるの話やったっけ、これ。中澤あるあるじゃない。違うっけ。中澤あるあるの話やったっけ、これ。中澤あるある。あ、じゃあ、砂混じりの時髪の毛バサバサなるっていう。なんかあんま難しいかもしれん、俺。意識したことないな。わかるけどな、でも。髪バサバサ。まあ、なんか風強い時とかやろな。もうだから砂が、かかってってことよ。ね、うん。もうなんか、グラウンド上に竜巻巻いてる時とかあるやん。あれな、意味わからんよな、あれな。あの時とかはもう髪の毛バサバサなるイメージはある。確かに。あ、なるほどな。あ、そういうことか。バサバサってそういうことね。なるほど、なるほど。ということで、今回、ガンバ大阪感動キャリア続きやっていきます。はい。今回の対戦相手、徳島ヴォルティス。お、徳島。徳島ヴォルティスですね。まあ、メンバー見ていきますわ。誰がおんねんちゃんし。まあでも今、J2 でしょ、多分。そうやな、ね。やっぱ、これあれやもんな。収録されてるのが。去年のあれやもんね、確か。そうそうそう。っていうことは、これ、J2 ないから、これ、降格もないってこと？降格ないよ。何のために、これ、あれしてんの？この降格権のは。かわいそうに。もう、ぬるい世界戦でやってます。NBA です。NBA ぐらいぬるいです。ただの順位決めな。カカいてるわ、カカ。違うな、多分。うん、福西がね、マッチアップした時一番驚異的やったで、なんか名前出したカカがいますね。福西さんって言えよ、一応な。カカいいけど。あ、一味ね。あ、ガンバから。ガンバから、ガンバのね、もうずっとユースでやってきたけども、うん、まあまあ、活躍できず徳島に行きました。めっちゃ期待されとってんけどな。なんかでも、京都とか行ってなかった？この京都も行ってたような気するし、横浜、FC も行ってたな。なあ。行ったところでなんか活躍してるイメージあるんやけど。してたしてた。でも帰ってきたら無理やね。なんだろうな。あ、佐藤明宏ね。懐かしの。あ、懐か、まだおるん。この人もね、昔ガンバにいました。なんか、良かったよな、あの時。うん。よう点取ってた時期ありましたね、佐藤が。なんかな、また佐藤や、みたいな。だから、2014年優勝した時は佐藤か。おったっけ？おったと思う。え？おらんかったっけ？それちょっと前ぐらいちゃう。え、なんか浦和レッズ戦とかで点取ってなかったっけ？わあ、覚えてない。なんかめっちゃ大事な浦和戦でなんか点取ってた覚えあるけど、うん。なんかサポーターから好かれるタイプの選手だな。なんとなく。なんやこいつ。すごい笑ってる。こいつは絶対おもろい人です。俺は面白い。いい笑顔です。うん、出てきてほしい。こいつ、こいつこういうフェイスにしてくれへんかな。俺、この状態で。うん、クラウドファンディングもしやるやったら俺出すで。内田公平のクラウド、こういうフェイスかクラウドファンディングあるんやったら。誰がすんねんぞ、お前だけや。これは、吉田麻也。似てるな。なんかな、なんかちょっと違うねんけどな。なんかちゃうねんけど、
吉田麻也にも一瞬ね僕見えたんですよ。一瞬ピッチの対角線上から見たら吉田麻也見えるよな。吉田麻也一瞬見えました。お、見える見える。こいつの似合う髪型これじゃない気するな。いじりしろ探そうとした。これ顔見えてんから分からんけど、いじりしろ探そうとすなよ外国人で。ないから別に。前回のおさらい、イブラヒモビッチは2ゴールで広島を下す。はい。オノセが邪魔です。おい、あれは誰や奥のやつ。これオノセが邪魔なんじゃなくてカメラマンが悪いんか。いや、まあそうやで。カメラマンの位置取りです。おね、なんて言ったって三浦前十字靭帯の損傷で7ヶ月の離脱。終わりましたもう、うん、終わりました。もう最悪です。最悪やなお前。泣いてます。泣くとき上向くタイプなんですね三浦は。珍しいな、うん、男らしいのかな。男らしいです。多分涙を抑えるときもあの、うん、手の甲じゃなくて親指と人差し指でこう抑えるタイプの鼻頭をつまむタイプのな。うん、で前回久しぶりに勝ったことによって、サンフレッチェの順位を抜いて11位に、ね、上がりました。おお、素晴らしい。なんか11位、まだ11位か。まだ11位です。おお。1位はヴェッセル神戸。ヴェッセル神戸とは8ポイント差か。まだ、まだやな。うん。うん。相変わらず川崎がやばいです。なんでな。そんなわけないねんか。マジでそんなわけないのに。お、家長がすごいチームの力やったかもしれない。家長がガンバに来たことによって大崩れしました。それでは徳島ボルティス戦いきます。ああ、さあ、はるばる徳島にやってきました。徳島って何が有名？うん、渦潮とかちゃう。じゃあ帰りに渦潮を見て帰りましょう。うん、何やそれ。試合終わりね。観光しに行ってるやん。あ、すごい、コレオグラフィーあるんや。コレオグラフィーあるやん。モブやろ、でも。モブのコレオグラフィー作ってんの珍しい。もったいな。さあ、今回はね、実況解説やっと西岡さんと福西がやってくれることになりました。福西さんって言え。ワーストディフェンシブチームって言われてる。大阪に決められた。ビッグボス。はい、かっこいいな。さあ、長谷川、田向井、鈴木、藤田、加賀、小西、渡井、藤原、浜下、馬券が、うん、ですポカリスウェットがあれないな、うん、はい、東口、はい、黒川、コンゴンボン、庄司、オジェソク、山本、家永、長谷部、倉田、宇佐美、パドック・ロバーツ、はい、まあ、宇佐美真ん中でね、ちょっと茨城美智お休みという感じで、はいはいはい、結構さあ、まだかつてない連勝しに行くぜみんな。あ、いいね、ここから。うん、お、お、ごめんな、なんか変なタイミングで口挟んでごめんな。ええでええでええで気にすんじゃねえで。あ、やばい、抜かれる。ナイス。継続戦にいそうやな、お前みたいなやつ。まあでも継続なっちゃう。パイレットオブカリビアン見た後は海賊になりたいと思ったもんです。お、こう海賊で話広げようとしてた。あ、いやばいよ。ナイス。危ない危ない。じゃあ三浦の源ちゃんが今おらんからな。うん、もう金剛門と庄司に任せます。うん、まあまあ十分ですね。十分です。ナイパー。いいね、もう好き。結局やっぱ宇佐美うまいねんな。はい、宇佐美今回真ん中でね、左は倉田がやってますね。なるほど、うん、倉田って昔はもっと前目の選手やった気がするもんな、なんだかんだ。そうやな。うん、やめろ、パス回しは全員全チームうまいから。別にどこでやろうとうまいからな。おお、これが AI です。さあ山本、うますぎ。持ち運びが完璧なんよ。完璧やで、ね、いつも。はい、あれ。でもやっぱな、山本のチームになってきました。いや、ほんまに、ほんまにそう。やばいやばいやばい、徒競走。シンプル。シンプル徒競走。シンプル徒競走。はい、
いや、この相手のセンターフォワードのこの外国人がなんか強そうやな。いや、強そう。分かんないけど。怖いね、ああいうの。うん、もうほぼ名前おるんかいもん。バケンガって。確かに。絶対強いやん。どうだ、ああ、すげえ。あれれー。さあ、黒川もね、やっぱ、うん、いいですから。黒川いいよな、うん。あとなんか普通にイケメンやし。イケメン。俺イケメン好きやわ。結構ね、橋健は、うんうん、女の子の目線でサッカー楽しんでるね。うん、全然あのイケメンとかすぐ見つけちゃうタイプ、うん、こいつはあの男子、うん、男子初っていうことはないかもしれんけど、うん、あの高校の時はねサッカー部ってずっと言ってますが、うん、マネージャーでしたからね。おいちゃんとやっとっとちゃんと後ろから友達の後ろ姿見てかっこええ言ってたから言ってたんやそれは。もう言ってることはマネージャーはい、サイドいいね。ええー、うわー、ない思ったけどな、今ない思ったで、ね、俺はでももうなんか今セーフなったんちゃう、これは分からへんけど。いや全然アウトですよ、手やからな、しかも今って確かなんか去年より緩くなったって聞いたんやけど、なるかもみたいな感じちゃう。あ、なるかもか。うん、なんか別に変わってないかじゃ。残ってた。あっ、それはもうな、しゃあない。だって取れたと思ったもん。うん、これ、バケンガちゃん。外国人が強いねんな、どこのチームも。確かに。前の広島のやつにしても。ということは、こっちも、まあ多分、どのチームも思ってんのはイブラヒモビッチ強すぎる。俺らが言うことじゃなかった。こっち今ベンチにイブラヒモビッチおるから。ポカリスエット、まあ、一応点取られたら宣伝するという約束なんで。そんな約束してたんや。はい、ポカリスエット、ポカリスエットなんか俺らのチャンネルで宣伝せんでもバカ売れするからな。風邪ひいた時なんて、うん、ただポカリスエットって風邪ひいた時しか飲まへんねん。間違いない。意外とあとスポーツしてる時にそれしかなかった時な、うん、好んで買ってもらったことないもん、ポカリスエット。スポーツしてるとき。でもポカリスエットかアクエリアス派みたいなのあるよね。9割アクエリアスじゃん。いや俺ポカリやで。キモ、なんかフォルムが好きやから。下終わってるやん、お前。はあ、僕はあの自分と意見違う人に対してすごい厳しいんで。こいつ厳しすぎる。喋りたくないこいつと、はい、あの現代社会に取り残されるような人間です。僕は多様性を認めない珍しいタイプです。ゴミでしたこいつ。はい、でもやっぱポカリとアクエリどれぐらいの、ほんまキノコの山とかぐらいの感じで半々ぐらいになりそうやな。俺全然アクエリの方が多いと思ってたわ。あれ、アクエリも別に美味しいけど、アクエリってあの、うん、レモンのやつもアクエリって言っていいからな。あー、レモン味みたいな、それありな。あるよあるよ全然。あらしゅーもうもうえい、長い家、長い家、家長いね。長い家で逆にしただけが家長い。いや、うまっ今の。うまかったな。パトリック・ロバーツかと思った。パトリック・ロバーツぐらいも、このな、青と黒のこのチェックやめてほしいね。ダサすぎんねその旗。はい、オーケー。もう例えがパトリック・ロバーツみたいやったって言ってるもんな。メッシでええのに。えい、うまっ。イングランドのメッシことパトリック・ロバーツ。で、あれはチェック柄って言わへんのか、あのクロアチア柄みたいなやつって。あれはなんなんやろな、炭治郎柄やろあれ。そうな、え、知らんけど。炭治郎柄って言わん。適当にっぽいこと言ってる。緑と黒の分からへん。あ、炭治郎側、炭治郎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 って聞こえてた俺。あ、それお前の耳が終わっとうね、ボケが。お前の滑舌やろ、ゲイ。お前喧嘩か、肩パンどっちの方が耐えれるか勝負しようか。いや、ごめん、俺が悪かった。あ、え、ごめんごめん、ほんまにごめん。なんか、ごめん、悪かった。ヤンキーの対処法みたいな。ごめんごめん。負け認めるっていう、うん、あのなんか一気に恥ずかしくなる、こっちが。はい、じゃあ終了。このまま行きま、はい、
そうか、スコアは同点のままなんか。おい、何してんの、バテクロバーツ。サッカー舐めんな。舐めてるわけじゃないと思うけど。まあでもうちはもう山本っていうえぐい、ネクストエンド、うん、おぶろっ、うわうわ、ネクスコエンドがいてるんで。ネクスコエンド、はい、ネクスコ西日本みたいな感じ。はい、歩けやろ、高速道路走ってたらうわやば、警察おるやんと思ったらネクスコ西日本やったパターンな。うん、歩けど、よう悪るからあれ。山本がボール取られるわけないやん。なあ、はい、でここにまた山本入ってきてます。はい、はい、こいつほんますごいな。あー、無理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 、うまいな、クラタも。うん、クラッチうまいです。全員引きつけてきとるめっちゃアイドル。よいしょー、うまいね君たち。決めたのは誰だ、グッカチー。おいすね、クラタ、ガンバ大阪の中で一番ゴルフうまいって言われてるんだよね。あ、そうなんや。はい、ガンバのメンバーな、みんなめっちゃゴルフ行くね。たぶんなんかよう聞くよ、よう言うやん。うん、なんかで三浦玄太もそうやな。そう、三浦玄太やったっけ、ね、一番うまい。でもなんかクラタも、うん、めっちゃ FC ではなんか三浦がこのハイスコア叩き出したみたいな言ってたね、デジッチで。え、なんかホールインワンしたみたいな、なんかそんなのやったっけ。これそうちゃう、三浦ちゃう。うん、はい、逆転です。あ、ほんまや。はい、やっと10番が、初ゴールか。うん、あとはね、まだ初ゴールないのが、うん、東口とか。お前言うても言い出したきりないね。ほとんどそれ、これ通るもしかして。はいはい、やっぱ守備大事やからね、ワーストなんちゃらって言うから。そうね、ワーストディフェンシブチームって言われてます。これで今ワーストゴール決められたから15になったんちゃう。なりました。おさあ集中よ。1点で抑えたことなんか今まで1回もないんじゃん。オッケーオッケーオッケー。どうやろう、ないかもしれんな。多分ないで、だって5試合しかやってないのに14点決められてるからな。うん、だいたい3ぐらい決められてる。山本に変えてイブラヒモビッチ、長谷部に変えて斉藤美月、宇佐美家長のインサイドハーフ。強いなぁ、ネームバリューエグいな。あ、一味でレイダー。一味ー、あ、いいね、ここパスうまいね。いいわ、まあ、家長左利きか。うん、イブラヒモビッチがチェックメイトしたれ。お、いいね。え、出して出して出して。あれ、なになになにしてんの、ずっと斉藤、斉藤くん。お、何してんの斉藤、おい。おい、本物の方がうまいやんけ。本物良かったからな、この間の川崎さん。お、よしよし、取る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 。お、オジェマル、オジェマルだ、速攻。よいしょ、おい、ナイス。あ、やばいやつじゃん、これ。よし、オッケーオッケーよし、オッケー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 、つなげちゃう。いけいけるそれ。無理やろ、この時間帯にイブラヒモビッチ出てくるの怖いな。うん、一番嫌な時間帯、嫌やだ。やめろ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 、はい、よし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 、まあ、イブラヒモビッチ今季ミラン、うん、追って今トップ首位やからな、ミラン首位やないよ。やばい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 、やばすぎて、ナイスキーパー。ユベントス一強化とささやかれてた、うん、イタリアリーグはだんだん変わってきてますね。変わってきてる、去年はインテル。やめろ、ほんまにやめ、あ、終わった。あ、わかった、ナイス勝利、ナイス勝利。スピリッツ見せたね、スピリッツ。オッケー、出てほしいけどな、東口今の。ほうほう、ドガン面当たってるよ。石崎や。顔面ブロック。あーしょ、防戦一方すぎるって。いや、守る時間があればいつか攻める時間来んねん。来た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 。オッケーオッケー。クラッチ。オッケー、うまい。オイムラヒモビッチのポジショニングよ。僕は大事やね。宇佐美に。オッケーオッケーオッケー。宇佐美。うーわー。オッケー。よいしょ。おい。おいー。いや。新勝はなかなかギリギリやったけど、うん、ギリギリやったけど、まあまあまあ勝ちは勝ちですよ。
あ、J ってやっぱこういう試合が多いからね、うん、こうよし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 っていう。クラタのゴールで徳島敗北。写真下手やって写真の人クラタシュート打つときどこ向いてた写真撮るの下手やって、どう考えても違いないな、意味不明やから何の時か分からんから。これじゃあ、でも次回は、ACL 飛ばして大阪ダービー行きます。お、うん、熱い試合やで大阪ダービー。ホームでの大阪ダービーいい、お楽しみにということで。はい、順位はどんな感じや。セレッソが下やった。もうそろそろ1位ぐらいまで行ったか、今回も勝ったしかあ、まだ9位か。うん、セッソが14位で勝ち点8で3ポイント差と、まあ、激アツ展開間違いなしの大阪ダービーお楽しみにということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画面白いと思っていただければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今月中にチャンネル登録者1000人目指しておりますので、ね、はい、頑張ってます。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いしますということで、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価の方もお願いします。ということで今回は橋健から正次元に一言。ディフェンスリーダー、頼ませー。ではまた。I'll never tell. Yeah, I'm like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so bad. Gone away, a month or more. Every show I go before. Need to hear that voice. Cause right now feels like it's been too long.